皆さんこんにちは。コッスン教育ラボ講師の西丸です。本日は慶応義塾大学 SFC 受験生のための対策本を紹介していきたいと思います。それがこちらになります。慶応義塾大学 SFC 逆転合格メソッドで、まずですね、 SFC には3つの学部があります。総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、ね、この3つに対応した対策本となっております。で、章立てがですね、まず第1章 SFC と入試の基礎知識で、まずですね、 SFC の紹介、それと、まあ、栄養入試の基礎知識について第1章では説明しています。第2章、受験相談 Q&A、 これはですね、よくある受験生からの質問に対して回答している章になります。で、3つ目、志望理由章。志望理由書っていうのは、まあ、栄養入試総合型選抜では重要な立ち位置になっている志望理由書について解説しています。で、第4章、自由記述について解説しています。 SFC 特有のこの自由記述という問題に対して詳しく載っています。で、第5章、その他出願書類ですね。志望理由書は自由記述だけではありません。出願書類は他にもたくさんありますので、それを全て解説した章になっています。で、第6章、これは面接ですね。二次面接、二次試験の面接について解説した章になっています。こちら全国の書店もしくは Amazon にて、お買い求めいただけますので、ぜひお買い求めください。では、西村でした。